はい、こんにちは、レイの惑星上記のレイです。今日はね、ちょっと今日ね、さっき、ほんまについさっき、KTF のベイトフィネスの LV7 用の用っていうか、レボ用のね、このフィネススプールが届いたんで、ちょっと今日はね、このレビューをしていこうかなと。まだ一回も投げてないけんね。どうしようかな、ちょっと風が。ほんで、まあいろいろ投げていくんですが、まずは、これ。まあ、KTF っていうつながりで、沢村さんの、沢村プロのね、とこの、沢村っていうメーカーのバレットっていう、このワーム、ストレートワームみたいな。これをまず投げていこう。で、ファーストシンキングとスローシンキングがあって、まあ落ちるか早い、落ちるのが早いか遅いかっていう違いなんだけど、まあ言葉の通り。これが、ファーストシンキングなんで早い方なんで4分の1オンス。まあまず 7g から行こうかな。ブレーキは、まずマックス。まあワックスだな。うわぁ、風が。ダメだ。マックス？あ、間違えた。いっちゃん弱いところにしとった。左巻きのリールの感覚でそったらバックラした。びっくりした。え、マックスでバックラするんと思ったけど焦った。いっちゃん緩いところにしとった。バカ。こっちやね。スティーズエアが左巻きであれやったから。あー、バカだ。だめ、ちょっとさっき軸追われてボケてますわ。もう一回もう一回。だって今度こそブレーキマックス、マックスね。OK、 行きます。うわ、めっちゃ効いてんな。めっちゃ効いてるわ。ブレーキマックスはさすがにやばい。ちょっと緩めを、さっきやった。はい、行きます。向かい風やからね。おー、効いてんね。激強。思い切ってじゃあ半分まで落とそうか。半分ぐらいが多分一番いいと思うけどね。はい、ブレーキ半分。あ、ちょっと待って、これやばいぞ。4分の1チャンスやけど、まだまだ感動するね、あれね。けど飛ぶね。やべえ、水面を這うように飛んでいく。ちょっと軽くしようかな。じゃあこれ4分の1やけどね。じゃあちょっと変えようか。これがいいかな。あ、ちなみにロッドがね、グラディエーターアンチの BF トリッカーってことで、62の L やね。 L ロッドです。はい、続いて D ジグカバーの 3.5g。結構もう人も気だけんね。ちょっと投げながら釣ります。あ、ちなみにこれトレーラーついてません。 3.5g、 まあスモラボはね、空気抵抗の大きい部類のルアーだから。こんにちは。おお。これ離れとったら大丈夫？あ、全然大丈夫です。いいね。ちょっとこのまま釣りしますね。じゃあ。
じゃあこれで最初のバレット普通に釣ってみて、最後感想を言おうかな。まずは釣りたいけど、すっげえ投げやすいわ。下に落ちるもん、いつもの感覚で投げたら。もしもし。もしもし。ルイ。うん。デビュー俺。なんて？うん、勝利よ今。デビュー動画撮影しとる。うん。でどうなん？やばいね。何やばい？もうスティジアともうなんていうのかな、近い。うん。そう。マジ。どっちがどんなん？いやー、スプール系がちっちゃすぎるんか、あんまり好みちゃうけん、こっちはいいね、こっちの。こっちは、こっちはこっちで。ああ、なるほど。ほーん。なるほど、また教えて。はい。うん、よろしく。はい。ちょっとレビューしにね、釣れる、小バスだけど、釣れるとこに来た。まず猫から。右巻きのベイトフィンスっていうのがいいよね。いや、わからん。なんかいいんだよ。なんかいいんですよ。今使ってるワームが、ドラッグスティックの 3.8 インチのちっちゃい方はね、に 1.8 グラム進化のネコリ、ニコリグ。ラインがバニッシュレボリューションの7ポンドに食った。あ、持っとった、持っとったやつ、ありがとうね、ありがとうね。これやばいな、ゲッソゲッソだけど。はい、ドラッグスティック 1.8g ネコリク一発やね、いけ。はい、ちっちゃい、かわいい、ありがとう。これスモラバだろ普通は。こんだけウィールが濃いと。この草おらんかったら面白いな。いや面白ないけど、やばいよね。だけど離した。飛ぶな、おい。飛距離が伸びるね。これ食ったっしょ。食わんで。
ったし、反応してくれよ、わかんねえ、あたりが。おー、ギリチョン、ギリチョンではないな。はい、あぶ、おー、びっくりした、急に暴れんなよ。ブラックスティックまた釣ると思ったよ。はい、あざす、バスちゃん。いいね、このリール。やっぱ右巻きだからさ、キングは決まるよ。あ、ついてきた。たんちゃいますの、これむっちゃちっちゃいけど、ちっちゃすぎた、あれはちっちゃすぎた。3.5g スモラにディトレーター、なんか輪ゴムみたいな色してるけどね。スモラの色が輪ゴムみたいな色。いいでしょう。よし、これでいこう。この感じ。いいね、やっぱ。一体感あるよね、やっぱり。ディトレーターとディージグって。もうこれ専用みたいな。専用だけど。専用ではないけど。もう 3.5g のディージグが重く感じる。普通に 7g とかのテキサスを投げてるみたい。スーッ、すっげえな。飛んできた、飛んできた、飛んできた。今落ちパク見た今。いや、レビューだよ、リルのリールのレビューだよこれ。オッケー、ちょっと曲がってっけ。食ったね。おっしゃー、ちょっと大きくね。よいしょ。顔でかいけど。このサイズにして顔でかい。オッケー。オッケー。びっくりした。では。まあね、今日はね、ちょっと、グダグダというか、まあ実況を交えての、こうね、KTF のスプールのレビューだったんですが、感想としてはね、むちゃむちゃ良かったね。スティーズエアに匹敵する、ノーマルのスティーズエアに匹敵するほどのね、回転力に 32mm系 なのに 28mm 系のスティーズエアにすごい近い。 4mm も触るのにすごい近い。いやー、じゃあもう暗いんでね、見てわかる通り、もう映ってんのかわかんないけど、映ってるかわかんないんで、帰ります。ではバイバイ、つもらばバイバイ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。